じゃーん、今回ね、セブンイレブンで天下一品買ってみました、カップラーメンを。天下一品っていうラーメン屋が私の地区にはありません。ですんでね、広島市内に住んでいた頃を思い出して、ドロッとしたね、スープにゆで卵が無料でね、いっぱいいただけるんですよ。で、まあ一個になった時期もあったんですけど、今はどうですかね。まあこのカップラーメンは250円くらいだったんですけども、その代わりゆで卵がついてません。まあ早速作っていこうかと思います。後入れが2つに、すぐ入れるのが火薬が1個ですね。で、こう開けたいのがありますんで、お湯をこう注いでいこうかと思いますね。はい、じゃあ火薬がこう入りますね。まず火薬が入って、ここに。で、このね、お湯がね、入りますよ。スワーっと。むちゃくちゃ熱いやつを入れますからね、これ今回。もう、おー、ちゃ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 。やっぱりね、この、長い、やかんがいいですね。ラーメンにも活躍してくれます。はい、じゃあこれを閉じて、後入れを上に2つ置いて OK、 待ちましょう。懐かしい、懐かしいです。いただきます。あー、天下一品の匂いがする。確かこんな感じでね、スープがドロドロなのが特徴なんですよ。これにはね、やっぱ好きな人と嫌いな人大きく分かれるんですよね。わ、でも美味しそう、すごい。いただきます。こってりきてます。うん、思い出すな、この味。うん、美味しい。うん、文句ない嘘ですね。やっぱりね、こう最近のカップラーメンの完成度はすごい。店で食べてるのとね、変わんないと思いますよ。一風堂は特になんですけども、天下一品もこれまたすごい。ただね、一蘭はね、思ったよりいただけなかった。高いだけ。一蘭はね、やっぱお店で食べないとあの良さは分かんないですね。うん、すごい美味しい。やっぱ健康だから食べれますよ。うん、うん、すいません、コメントありません。じゃあスープいただきますね。このスープはいける。ラーメンのスープはね、全部飲まない方が体にはいいらしいですね。全部飲みたいけどね。うん、うん、もちろんも、うん、大変美味しゅうございました。以上です。天下一品カップラーメンでもいける。はい、できたみたいですよ、一風堂のラーメンね。で、こちらの方、やっぱり割り箸でしょ。ね。私ね、うどんやお蕎麦やね、こういったラーメンはね、割り箸で食べることにしてるんですよ。普段、ご飯を食べるときはプラスチックの箸なんですけども、やっぱりね、割り箸、これでいただきます。じゃあ、
スープ、後乗せの方を入れていこうかと思います。すいません、一風堂って言っちゃったんですけども、天下一品ですよね。天一のラーメンができましたということでございます。まずは、軽く混ぜてお湯を全体に行き渡らせて、わ、すごい湯気でしょ。うん、相当熱いお湯を使いましたからね、レンズがいかれちゃうんじゃないかなと思うぐらいです。さあ、いやー、後入れがね、袋ごと入っちゃいました。後入れをこう入れて、なんか夢を見ているような、ね、感じ、もやがかってね、なりましたね。で、このドロドロスープがこう入ります。上からなんでちょっと多少見にくいですかね。うん、これによって、美味しい天下一品ができるということです。一風堂ではございません。天下一品、天一ラーメンです。あ、懐かしいドロドロ感が出てきた。確かにここに、ラーメンを落としちゃちょっとミスマッチですよね。ゆで卵と食べるのが、この天下一品はよろしいかと思います。はい、それでは。